マイクロメータマイクロメータとは、精密なネジ機構を使って、ネジの回転角に変異を置き換えることによって拡大し、精密な長さの測定に用いる測定器。ノギスよりも精度の高い測定に用いられる。外形測定用マイクロメーターでは、測定最大値は2 5ト、mm、ルごとに決まっている。0から2 5ト、mm、ル。 25から5 0ト、mm、ル、50から7 5ト、mm、ル、など。測定に際して、多数回回転しなければならない場合もあり、ノギスのような迅速な測定は行えない。一般的なものは、最小読み取り量は0 0 1ト、mm、ル。複尺をつけて0 0 0 1ト、mm、ルまで読み取れるマイクロメーターもある。多くは、ピッチ0 5ト、mm、ルのネジにより、 一回転で 0.5mm の変異を得るように作られる。周囲を50等分したメモリを刻印すれば、一目星1、100mm の変異となる。このメモリに複写を設ければ1、1000mm の変異を読み取れる。近年デジタル表示マイクロメーターも容易に入手できる。機械式と電子式デジタル表示マイクロメーターがある。電子式デジタル表示マイクロメーターは、 電池が切れると測定不可能になるのは欠点であるが、読み取りは容易である。測定圧力の差が測定値に影響することを避けるために、一定の圧力で測定を行える低圧機構が設けられている。低圧機構はおおむねラチットストップ式が採用されている。いろいろな用途に合わせて、測定先端の形状などの異なるマイクロメーターがある。 特殊な用途では2つのピッチの異なるネジによる作動装置を利用したものもある。一般的には前期0 5ト、mm、ルピッチのネジを用いている。マイクロメートルという単語はギリシア語のマイケローズとメトロンを組み合わせた造語である。メディアム、ウェブスターコリージェットディクショナリーによればこの単語はフランス語から英語に取り入れられたもので1670年に 初めて用いられたとされている。その頃、メートル法もマイクロメートルという単位も存在しなかった。しかし、当時の人々は細かいものを測定する必要に迫られ、またそのような測定法に興味を持っていた。マイクロメータの原型となるネジの原理を使った測定器具は、ウィリアム・ガス・コインがノギスの改良版として発明した。 ガスコインは、これを望遠鏡で星と星の角距離や惑星の直径を測定するのに使った。しかし、イングランド内戦が勃発するとガスコインは、国王軍に参加し、マーストンムーアの戦いでは隠して戦死した。ジェームズ・ワットは1772年、自分用にマイクロメータのような測定器具を作った。ヘンリー・モーズリーは、初の実用的なねじ切り、旋盤を開発し、 マイクロメータの発達に寄与している。また、1805年に自らもマイクロメータ的な器具を発明し、大宝館と名付けた。現在の形のマイクロメータは、パリのジャンローランパルメールが1848年に発明している。このため、フランス語では、マイクロメータをパーマー、スペイン語では、トーニオでパーマーとも呼ぶ。英語圏では、 1867年にブラウンシャープがマイクロメーターを発売し、広く普及するようになった。1888年、エドワード・モーリーがマイクロメーターの精度をさらに高め、複雑な実験で、その測定値が正確であることを証明した。ありがとうございます。